を持っていくためってもうちょっとなんか、どういう意味で拡散と同じかっていうのを書いておくんですか。だから、拡散が起こる方向が、グラジエント P シグマバーと逆向きなので逆向きとなるので、拡散と同じ性質を持った拡散と同様のことが起こっている。それもちょっと間違いないけど内容的にはそうなります。でなので、拡散パラメータリゼーションが見た。孫さん、これは拡散と同じ性質を持っているっていう、その拡散と同じ性質はどこの指してますか。確かに。どこの指して、これは入力者でできたんですか。そうこの前になんか D シグマが負となる場で、157の式の件が負となって負だから、まあ、それぞれこの項が負号だなとかっていくつか言ってるわけですけど、はい、ここでその次にこれはって来たらこれはってどういうのっていうか、とりあえずこれですね。今ちゃんと言うと拡散と同じ性質。ちょっと待って。今聞かれたのはこれは何って聞かれたんだっけ。はい。これは何って聞きました。で、あれを指したらダメじゃんね。そしたら拡散は拡散と同じ性質を持っているためになっちゃうね。だからこれは今それだからそれは拡散法ですね。なるほど。引用して言わないよね。まずはそうですね、シンプルに。多分本当にクリフを聞くときに言いたいことはね、お前そもそも分かってるのかってことだと思うんだけど、まあ、真の言いたいことはそれな気がするんですけど、まあ、それはちょっとオブラートに詰めてるってことだし、まずはそういう、まずこれはどこさせてるの？これはさせるのは、はい、レダッシュシグマシグマと、ナナブラ B シグマが、はい、となるっていうこと、符号となることは、拡散の性質を持っているのではい、そうですね。なるほど、じゃあ、その意味は、そうですね、つまりその、これは次のレベルとして、物理的解釈、説明をしなさいっていう説明があるね。そうこの多分これ式の話でしかないから、数式の話でしかないから、物理的解釈を教えろって。この気分は何ですか。でもなんか、はい、なんかこういう時になんか、こういう時になんか、いや、それは分からない。まあ一方正解なんですけど、なんか机の端っことかすごいんですけど、ちょっとなんか、はい、まあこれは X とかで。はい、何でもいいけど、なんだろう、何でもいいんだけど、ミスどうですか？ミスどうですか？やっときに、勾配と逆向き、こういうふうになる。え？そう、それ勾配と逆向きなの？勾配って何よ？え？ちょっと待ってください。それはその線はそもそも何を示したんですか？そう、違う、俺にはそれ、一本の線形な線にしか見えないんだけど、
なんですか、怖い、怖い、低レベル、ゼロ。そうなっちゃう。いや、多分、いや、ちょっと、なんか、それ、何、どれを書いたか、もう一回よくちゃんと説明した方がいいと思う。そう、どういう状況を考えたか、説明しないかわかんない。なんかもう全部変なんですか？作りどういう？あ、そう、まあ、そう、まずその線がな、なんで？なんか調子線？あ、そうですね。調子線だったらまあまあ、そうですね。そうそうそう、そういうのがあったりとか、まあ調子線は特にやっぱりあのこうおかしいじゃないですか。これ作れ。調子線がいっぱい書かない。そうですね。そう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 。どっちが増えてどっちが減るのかなと思って作り出せませんか。どっちが増えて、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 でも拡散がこっちに来る。